何かしら使うのかな。何かしら。でもお酒なくなっちゃったから、で買いに行こうと思ったらこのホテルお酒売ってなかったんで、この階とこの階だけお酒用の自販機あるみたいなね。いや、そう、それがフロントに聞いたらお酒用の自販機がそもそもない。あら、切ない。はみたいな。え、つまんなと思って。いや、許してもらえるんだったらこのまま買いに行くぞぐらいの。どうもこんにちは、トゥルチャンネルのまことです。今日なんですけど、急遽ね、ズームすることになりました。お酒を飲んでベラベラの大西千織です。よろしくお願いします。はい、コスモダーズ所属です。すいません。はい。まあ、今日はね、あの試合終わりに、まあ、これごめんなさい、オープニング後取りなんですけど、試合終わりにね、報告があるという形で、今まで取り組んでくれた練習の成果だったり、今日ちょっとね、試合で感じたこととかを、リアルな意見を届けれたらいいんじゃないですかっていうことで、急遽取ることになっております。酔っ払って喋りたくなった。最近の感じが本当に兆しが見えてるというか、ちょっと戻り始めてんなっていう、そのシュート率とかっていうのがあって、はいはい、で、まあ、じゃあそれが本番で出せるかどうか、うん、大会になった時に何もできないんだったらそれは兆しじゃないなって思ってて、でそれが、まあ、正直今日勝てなかったし、うん、全試合負けたんですけど、ロビンで、うんうん、やりたかったことができたなっていうのが、そう、すごく一番で、多分全試合1回はハット出してるんですよ。うん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 、大事だね。そうで、そのハットの出し方が、うん、なんで入ったんだろうじゃないくて、ああ、なるほどなるほど、これはハット入るよねっていうのが1本目からで、そのまま2本目3本目いけてっていうハットが出て、うん、でやっぱ最近そのハットを出せることが少なかったので、はいはいはい、練習中にね、うわやったハット入ったじゃんみたいななって、うん、それで負けてっていうのが、まあ、あったのは、それは反省なんですけど、試合になった時にハット出せたっていうのはすごく自分の中で大きくて、でアッパーも出したんですよね、なんか、うん、めちゃめちゃ入んなっていう時にスタッツ多分38点何本みたいなの、うん、0-1 で4ラウンドか5ラウンドでアウトしたと思うんですけど、うん、そういうのも最近全くなかった中でそれができて、 0-1 で言ったら20切ることもなかった、ちょっとクリケが 1. 何ボードかっていうのを出してたのは不甲斐ないなと思ってたんですけど、なるほど、でもその 0-1 が20切らないっていうのは結構自分の中で大きくて、今回の目標としては大会でこれができたっていうのはすごい大きかったんですよね。手応えがあったんですね。やっと、そうですそうです、ずっと麻痺とか痛みとか出ながら3フィンガーから2フィンガーにしてっていうところだったので、そこの調整がしっかりでき始めているなっていう感覚、すごい嬉しくって、なんか今日はやりたいことができたんで、まあ、負けましたけど、まあ、負けたのはだからすごい悔しいです。ただ練習は足りなかったんだなっていうのと、あと練習がなんて言うんだろう、正しかったんだなっていうのがなんか証明された感じがあって、悔しかったプラス、うん、楽しかったです。だからもうやまないで終われるというか、はいはい、あーもうこっからもう一回最初からみたいな、こっから上がっていきますみたいな、はい、なんかその感じだったので、なんかすごい楽しくって、うん、でその時に LINE くれたんで、ああなるほどねっていう感じでした。いい経験とか悪い経験、まあ、経験っていう言葉みんな使いがちじゃないですか、はい、そのプロとして生きていく中で経験を得る中でもお金がかかってきててとか、あの何でもかんでも参加したから経験しましたではないと思うんですよ、うん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 、だけどさっきおっしゃってたように悔しい中にも発見があって、次の試合の糧になるものを得れてるっていうのはめちゃくちゃ大事だと僕も思うんですよ、うん、それがまあ、要はさっきみたいに普段の練習不足、技術に対する時間を取ろうっていう意識に変わったりだとか、まあ、おざなりにはなってないと思うんだけど、やっぱり練習も気持ちにはやっぱ波は人間なんであると思うんですよね。だから僕はその試合からやっぱり悔しさっていうのはいっぱいもらうものやと、やっぱり勝つまで一生悔しいだけで、その日一日笑えるのは一人しかいないじゃないですか。女子は女子、そうですね、男子は男子で、今日やったら鈴木さんで、もう一人やったら粕谷さん、
倒れていった人ってみんなそれぞれが悔しい思いを持って帰っている。活躍できなかったとかそこじゃなくて、本当に次自分は何をしたらいいんだろうかとか、お金では買えないものが多分もらえてると思うんで、それはめちゃくちゃ大事だと思うんで、不甲斐ないとか結果が振るわなかったっていうのは言わなくていいんじゃないかな。それと似てるよっていう話をしたかったの。椅子から落ちた落ちてない、まだ落ちてない、落ちてない、判決落ちたよね多分判決ズリって言ったよね、顔が真顔やったよ。今週のことをちょっと今から話すとしたら、言うてだいぶ前にお話しさせていただいてるような状況なので、はい、1ヶ月半ぐらいですかね、もう最初にお話しさせてもらってから。でもそこまで結果が振るわないというか、自分の中でまだ練習に自信が持てない中で30日預けてくれるってだけでもプロやからね、特にめちゃめちゃ焦ると思うし、まあ、結局は僕はきっかけでしか過ぎないので、自分を信じてそこの時間を投資したっていうところがやっぱり一番でかいんで、何かにこだわる、のせいにする、何々のせいにするっていうよりかは、やっぱり一回そこ排除して量をこなしてみるもそうやし、何のためにそれをしてるのか、まあ、特に大西さんの場合だったら量をこなすっていうのはもうある程度してきたから、なんで今までそこにこだわってたのかを考えた上で、一回そのこだわりっていうのを排除して、本当はどこだったんだよっていうのを意識してもらって、でそこだけに注力してくださいっていうのが、まあ、この1ヶ月半のお話なんですよね。だからそこで感じてほしいのは、小手先のことって1日2日は効くかもしれないけども、根本を直そうと思うと、何がしたいかとか自分の体はどうさせたらいいのかっていうのをやっぱり考えていく方が、長い目で見ると圧倒的に上に行きやすかったりするんで、そこを実証してもらえてるのちょっと嬉しいですよね。なんですかね、やっぱその投げながらやっぱちょっと体に意識を持っていったりとかっていうのを多分しちゃってるんですよ。なんですけど、そういう時に、あ、違う違うと思う、はい、ないないみたいな感じで、なんかここの場所とかこういう風に立つとか思っちゃった時に、違う違う、若干こう意識を変えるだけで急になんていうか楽に投げれるというか、私はまだ投げ方とかも定まってはいないので、なんだろうな、 狙いすぎてる時のメンタルの切り替えっていうんですかね、急に切り替わった時に入り出すっていうのはあって、なんだろう、うまく使わせてもらってます。その意識の切り替えってめちゃめちゃ大事だなっていうのを最近感じてます。え、いいっすよ、全然よくねえんだいや大丈夫、喫煙 OK な部屋だから、そういうそういうこと、そういうことじゃねえんだ、喫煙 OK じゃない部屋だったら絶対そうない。まあ当たり前のことは当たり前のように言ってるってテロップ入れとくわな大丈夫です、別に強くないし上手くないっていうのはすごく前提の上で、いろいろ悩みながら、あのままいけてれば15までいけたよねっていうのはあった上で、麻痺が出てどうしたらいいのか、すごく違和感もあるし、未だにやっぱ違和感もあるし、で正直すごく苦しかった、はい、この 1,2 ヶ月の中でやっぱ兆しが見えてきて、じゃあハットが入るようになってきて、っていうのはなんていうんですかね、それでもいいじゃんっていうのと、別に 何かしらがあったからといって、そこを補うための練習をすればいいだけの話なんで、そういうのが出てダーツ楽しくないなって多分なるんですよね。すごい楽しくなかったんで、私は苦しかったんで、でも結局ダーツ楽しいじゃんってやってるんで、そこって乗り越える方法はあるよっていうのはすごく伝えたくて、そうだね、私はこれからです麻痺っていうのも、まあ、僕も味わってるんですよね、正直言うと、はい、頚椎だったり胸郭で内へ症候群っていうのがあったりだって、はい、指が上に上げてる状態だと痺れるんですよね。僕は結論何が言いたいかっていうと、怪我した方が良かったなって思ってるんですよ今は。じゃあ私も思ってます。まあそう、怪我の功名じゃないんだけど結局は怪我したおかげで言い訳が減ったし、その受け入れてなおかつダーツするっていうところの方がかっこいいと思うし、このチャンネル見てくれてる人だったらもう絶対に聞いてるセリフなんですけど、
楽に投げる、怪我をしないって意味なんですね、僕の中では。自分の体を楽にさせる、要は長時間投げても怪我しないようにする。故障っていうところはなった人間やからこそ辛いのはめちゃくちゃわかるんで、なるべくなってほしくないですし、だけどまあそこってなった人じゃないとまあ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 痛感はしないんで、だからこそまあちょっとね、楽っていう言葉を使ったらやってくれるかなとかっていう思いもあって、まあ、楽に投げようねとかって言うんですけど、そういう言葉にも重みがあるし、僕なんか正直言うと技術の練習は他の人よりも時間が取れないのは、単純に体の稼働時間がやっぱり制限されちゃうので、その時間の中でどうやって質を上げていくかとか、どうやって他のことで、技術を保証していく、試合で勝つためにどうやってやっていくかっていうのを真剣にできたことっていうのは怪我のおかげなんですよ。だからそのおかげで YouTube っていうのをやり始めたし、引いてはこうやっていろんなプロの方に協力してもらえるチャンネルだったりとか、はい、ね、いろんな人に見てもらえるようになったっていうのはやっぱり怪我きっかけなんで、じゃああの時に怪我しなきゃよかったのかなっていうのはもうないですね。かつ、うんうん、受け入れた時ってやっぱりめちゃめちゃ強くなる、うん、と思うんで、だからもうまひったのしゃあねえと、まあ思ってると思うんですけどでも逆を言えば、まひったおかげで楽な投げ方もっと覚えれるだろうし、もっと上手くなるんで絶対に。それめっちゃ良かったなって思ってるのが、まひったおかげでシンプルになったんですよね、うん、考えることがこれやろうっていうのが、だってやろうと思ってできないんだからそうですねとにかくできることだけはシンプルにする、うん、するしかなくなっちゃった。選択肢がね選択肢がない、本当になくなっちゃって、うん、まあなんなら今3フィンガーから2フィンガーに変えてっていう感じなんですけど、でも別に結局飛ばすっていうことに関しては変わんないので、まあその麻痺が出てよかったなっていうのは怪我の巧妙ですね。武器になるから、怪我もそうやし、うん、うん、何でもかんでも武器になっていくから、今じゃあその結果が出てないってこだわ、まあ、思ってるのであれば、結果が出てない時期が長い人ほどやっぱり下積みが長いから、それが今後人に話した時に重みが出るし、成功した時により喜びが爆発するだろうし、全てはそのためのネタ振りじゃないけど振りやと思って、僕は多分そうやって今もダーツを続けてるんですよね。だから一緒ではないと思う、確かにその苦しさも違うだろうし思いも違うだろうから、みんなそれぞれ違うとは思うんだけど、やろうとしてることは多分似てるので、今の自分をあんまり否定せずにやっているっていうところに注目して褒めながら、はい、人間やっぱ褒め合いが一番好きじゃないですか、何でも。いやそうです、私はもう自分のこと常に褒めてますそうそうそう、と別にベルに入ってなくてもやっとベルにグルーピングができるようになった。あ、もう素晴らしい、本当にワンビートツービートもうグルーピングできてる、最高みたいな。余計ダーツ楽しくなった。多分レーティング12、13とかの時ってなんかこううまくいかない、できないみたいなのすごい多くって、でもそれこそ自分ってこれぐらいできるんじゃないかって思ってたのが、それが全くなくなっちゃった、できないから。そしたらじゃあまた積み重ねていくだけだなって思った時にめちゃくちゃ楽しいんですよね。今日ハッと入ったのもなんかもう飛び上がって喜びたいぐらいだったんで、なんかよりダーツの楽しさをこう今体感しているという。これ編集して後で文句言わんといてよ全然大丈夫です。なんかこういうの見てもらうのも大事かなって思って、この練習になったおかげで変わったところとか、まあ、やってよかったなって思ったところとか、あとは、まあ、やってる中で不安になったところとかっていうのあったら教えてほしいですね。やってよかったのはその日の話したい位置、うん、手離れがいい位置みたいなのをすごく気にしてアップするようにしたんで、はい、でそれに関してはだからアップがめちゃめちゃ短くなりました。なんか最初の頃って何時間、え、1時間ぐらいかかるって言ってましたっけ？1時間とか2時間とかかかってたこうやろう、こうやって投げたいけど、うわっ、ぐーってなって、おー、全然腕出ないとか飛ばないみたいな感じだったんで、うん、そこがめちゃめちゃ変わったのと、それをやるようになって、じゃあ、はい、何を気にするようになったかって言ったら、やっぱ立ち方なんですよね。ほう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 。
でアップしてる中で入んなくてもいいんで、うん、飛んでるなってなった時ってすごくいい立ち方ができてる。おお、なるほどね。はい、言ってることは分かります。そのしっかりこう重心が作られてて、スッて腕を出しただけで勝手にバンって飛んでくみたいな、入る入んないじゃなくてっていうのを見ながら、あ、今日この辺で話したいんだができるようになったんで、立ち方めちゃくちゃ気にするようにはなりました。だそれがいいか悪いか別として、うん、で立ち方気にするしすぎて今度飛ばなくなる、うん、今立ててないなっていう時にそれでも、まあ、投げちゃう、気にするところが変わってきたなっていう感じはします。あ、でもね、いいところに目いってると思いますよ、うん、立ち方に目をつけるっていうのはマジで重要で、まあそれがいいか悪いかで言うと答えはいい方です。なので今は立ち方がどうこう、まあ正解不正解とか関係なくて、もう気にしなくていいんで、ちょっと嫌だなって思ったらスローラインから足外せばいいし、今はそれだけでいい。今日のねお話が参考になったなとか、大西さんもっと頑張れと、まあ、応援してくださる方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録合わせてお願いします。大西さんも今日はありがとうございました。ありがとうございました。